ツイステッドワンダーランド。人間、どうしたそんなに急いで。何？僕の誕生日を祝おうと探していた。見苦しい。乱れた髪を正せ。まったく、これだから人間は困る。僕は逃げも隠れもしないぞ。さあ、存分に祝うといい。僕の誕生日を祝いに来たのか？お前にしてはいい心がけだな。遅いぞ！主役の僕より後に現れるとは。何？プレゼントを取りに行っていたのか。ならば仕方あるまい。そろそろインタビュー開始の時間だ。魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくるという話だったが、一体どんな幸運がもたらされるか。見物だな。入るぞ。ジャックじゃないか。なんだ、お前が僕のプレゼンターか。おう、不本意ながらな。誕生日おめでとう、セベク。幸運を運ぶなんて柄じゃねえが、選ばれた以上はちゃんと務めを果たす。俺からのプレゼントはこれだ。洒落たもんじゃねえが、お前には役に立つと思う。お前には？やけに気になる言い方だな。早速開けさせてもらうぞ。この包装紙のか、どこかで見たことがあるような。本？そうか、この柄は麓の町にある書店のロゴマークだな。僕もあの店には定期的に足を運んでいる。お前もあの本屋に行ってんのか。でもまあ、先週発売したばかりの新刊はさすがに持ってねえだろ。ああ、初めて見る本だ。表紙とタイトルから察するにトレーニングの教本か。この本はスポーツ科学に特化した内容になってる。この前お前と飛行術の授業で組んだ時に体幹を鍛えたいって話してただろ。だからいろいろ参考になりそうだと思ってこれを選んでみたんだが。ほう。早く走れる足の動かし方や、よりよく足を動かすために必要な筋肉、さらにはその筋肉を効率的に鍛えるためのトレーニング方法も紹介されているのか。動きの一つ一つについても科学的に解説されている。実に興味深い内容だ。これまでも鍛えたい部位に応じたトレーニング方法を取り入れていたが、この本を読むことで鍛錬中の意識も変わりそうだ。存分に活用するとしよう。やっぱな、お前は案外理論派だからこういうのが役に立つんじゃねえかって思ったんだ。俺も軽く目を通してみたが、体幹を鍛えるなら体操選手の動作分析の項目が参考になりそうだぜ。どれどれ。やはり体幹を安定させるにはバランス感覚を養う必要性がありそうだな。僕はナイトレイブンカレッジに入学したのを機に競技として乗馬を本格的に始めたんだが、馬を乗りこなすにはこれまであまり意識していなかった筋肉を鍛える必要があると気がついた。今までやっていなかったトレーニング方法となると、片足立ちは負荷が軽すぎるな。このスケーターホップとやらは筋力アップが期待できそうだ。それにトレーニングメニューの見直しはインタビューが終わってからじっくりやってくれ。確かにお前の言う通りだ。この本は部屋に戻ってから精読させてもらう。あ、それがいい。何かいいトレーニング方法が思いついたら俺にも教えてくれ。いいだろう。その時はお前の意見も聞かせてほしい。次はインタビューだな。最初の質問行くぞ。無人島に連れて行くなら誰を選びますか。ただし同じ寮の生徒は除く。つうことだ。マレウス様のおそばを離れるとは由々しき事態。
一刻も早く帰還する算段を立てねば。しかしタリオの生徒に限定されるのか。行動を共にしても苦にならず、過酷な環境に耐えられる体力と精神力を持ち合わせているものは限られる。シルバーなら間違いなく乗り切れるだろうが、あいつは僕と同じディアソムニア寮生だからな。間違いなく乗り切れるか、随分とはっきり言うじゃねえか。当然だ。僕とあいつは土地勘のない山奥で1週間生活をしたことがある。山奥で1週間？どういう経緯でそうなったんだ。鍛錬の一環だ。昔いつも通り稽古をつけてもらおうとリリア様の元を訪れたら、今日の鍛錬は趣向を変えてみようと思うと言われ、茨の谷の外れにある山へと連れて行かれた。だが到着した途端リリア様は姿を消され、その場に残されていたのは必要最低限の道具と、1週間経ったら迎えに来る、レッツサバイバルじゃと書かれた手紙だけが置かれていた。マジかよ、いくらなんでも適当すぎねえか。何を言う。リリア様は僕たちが不測の事態にも的確に対処できるようにと経験を積ませてくれたのだ。いや、実際にそうと言われたわけではないが、素晴らしい考えがあってのことに決まっている。当時は僕もシルバーも本格的な野営の経験はなかったから、過酷な1週間を過ごした。家へ戻った時には顔つきが精悍になったと家族に驚かれたな。お前も割と苦労してきてるんだな。ああ、だからこそわかる。無人島など脆弱な人間には到底耐えられるものではないと。それでもあえて一人連れて行くのなら、僕はハーツラビルのトレイ先輩を選ぼう。なるほど、悪くない人選だと思うぜ。トレイ先輩ならお前の物言いを軽く受け流してくれそうだしな。軽く受け流すだと。お、何か変なこと言ったか。いや、今のお前の言葉を聞いて思い当たったんだ。トレイ先輩は父に少し似ているかもしれない。へえ、そういえばお前の親父さんの話はあまり聞いたことがない気がする。どんな人なんだ。メガネをかけているところもそうだが、全体的な雰囲気にもどことなく通じるところがあるように思う。あの人はいつも僕に何を言われても全く気にした風もなく平気で話しかけてくる。度量が大きい人なんだな。親父さんと同じようにトレイ先輩も頼りになると踏んだわけか。別に父を頼りにしているわけではない。質問には答えたのだからもういいだろう。さっさと先に進むぞ。次の質問だ。もしディアソムリア寮以外の寮に入ることになったら、どの寮を選びますか？せっかくディアソムニア寮に入れたのに天寮なんて想像したくもない。気持ちはわかるけどよ、お前の答えを聞かないことにはインタビューを終われねえ。早くしてくれ。正論だな。仕方ない、腹をくくるとしよう。仮の話として口にするのも気が引けるが、強いてあげるとしたら、天領先にはオクタビネル寮を選ぶ。オクタビネル？お前本気で言ってんのか。無論だ、マリウス様の従者として、そして僕個人としても多くを学べそうだからな。マリウス様は偉大なお方だ。王として即位された暁には優れた手腕で茨の谷を治めるだろう。ただ名君として歴史に名を刻んだ王の中には、民の暮らしや気持ちに寄り添った統治を行った者もいる。だから僕が海の魔女の慈悲の精神に対する理解を深めることで、いずれマレウス様のお役に立てる機会があるかもしれないと考えた。へえ、嫌がってた割には前向きな理由じゃねえか。当然だ、たとえおそばにいられずとも、己が成長すればそれだけマレウス様のお役に立てることが増える。我が身の不遇を嘆いてばかりいてはマレウス様の従者にふさわしくない。向上心を持って臨めば、いかなる環境だろうと何かしらの成長につながる糧となるものだ。僕がディアソムニア寮を離れるなど断じて万が一にもありえないことではあるが、
やむを得ず離れざるを得なくなった場合でも、僕は最大限の努力を続けるだけだ。なるほどな。お前のそういうストイックな姿勢は悪くないと思うぜ。これでインタビューは終わりだな。次はナイトレイブンカレッジ伝統の幸運のギフトの贈呈か。ああ、覚悟はできてんな。言っとくが、俺は手加減しねえぞ。ふん、貴様謎に臆する僕ではない。受けて立ってやる。上等。じゃあ全力で行くぜ。セベク、誕生日おめでとう。今日はいい一日だった。この祝福に応えるためにも一層精進してみせよう。